はい、東川です。今日お話しさせてもらう内容としては実はちょっと札幌の方で会議あってその中でテレビ局の人と会ってきましたで放送局っていうのはテレビ朝日系の放送局の h c b 北海道テレビ放送っていうかあのところの、えー、人がちょっと講演できていてそこでちょっといろいろ興味深い話があったんでちょっとその話をしたいと思いますえーっと NHK って僕の方がその質疑応答の時に NHK っ,っ,っ,ってどう思ってんですかっていうことと電通ってどう思ってんですかっていうことをちょっと質問したんですよ。で質問した人っていうのが大泉洋さんっていうあの芸,芸能人いますけども、まあ、彼の番組を作っていた「水曜、えー、どうでしょう」っていう番組を、まあ、番組のディレクターというかそういうことを。 あの制作の方をやっていた、えー、方がいてその方っていうのが、えー、ディレクターだった、あの,ーのまあ、藤村さんっていう人と、えー、藤野さんかなっていうこの2名とちょっと、まあ、話しする機会が、あのー、質問する機会がちょ,ちょうどあって、あのーまあ、彼らもちょっと YouTuber で今やってるってところでテレビ局のまあ 社員がユーチューバーでガン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 動画上げてったりですとかあと昔はもう自分のところの,ホンあのホームページでその「追尾どうでしょう」の熱狂的なファンの人と交流したとそういうような話をしてでそのまあある程度彼らが言うのはある程度の視聴率は取れたんだけどそっから先にどういうことをやったかって言ったらキャラクターグッズっていうかそういうあの番組のグッズ売ったりとかあと DVD でだいぶ儲けてると。でテレビで もう放送するよりもそういった DVD 売ったりとかキャラクターグッズそういうノベルティグッズっていうのかなそういったものをガンガン売ってった方が実は儲かるっていうようなことを、まあ、端的に言うとそういう話だったんですよ。で本題の NHK どう思うんですかってことでいくと彼ら言うにはやっぱり NHK が視聴率を、まあ、そういうふうに狙うようになったと。 N 国党の立花さんなんかが志麻さんのことよくあの会長だった志麻さんのこととか話してたのちょっと思い出したんだけど志麻さんの時からもう視聴率をガンガンあの出せというような NHK の路線になってきたっていうところが一つ大きいってところも言ってたし NHK っていうのは本来、まあ、いい番組例えば教育テレビみたいなそういういい番組とかやあのどんどん作っていった方がいいし民放とかの差別化があるんじゃないのかってところから言ってましたね。 でそこで、まあ、NHK っていうのは本来はまあ公共放送ですから、まあ、視聴率がそういういふうにで競争してくるんであればそうう視聴率叩きに行くっていうのが、えーまあ、地方ローカル局のまあ放送局ではあるけれども、まあ、NHK に対してはってところでやってそういうふうに言ってました。であと電通の話僕聞いたら NHK ってあの民放さんにとって あのどうなんですかって言ったところでいくと彼らって商材持ってるわけでも何でもなくて、まあ、持ってる人もね放映権とかありますよだけど自分で何かやるってっ企画力しかないんですよ何か,どかあの持ってるかって言ったらお金と、まあ、人しかいない,っていと,ころだとあいうところで結果アイディア勝負の商売だよねって話でであの,みあの彼ら ね、の話僕の方で聞きたかったのは電通ってやっぱりおっかないところなのかなって思ったらそうでもないような感じで逆に <laughs> 強気なんですよね <laughs>。と,ところがひあの一つあのひ非常に勉強になったなっていうふうに僕は思いました。で NHK の、ね、話もそうなんだけどやっぱりあの <laughs>。 彼らちょっとやっぱ先見性あるなってところは、やっぱりネットの方の時代になってくるところで、テレビの方の視聴率っていうのも、やっぱり水曜どうでしょうの方の番組っていうのは、あまあテレビ、えっ、ー、ともう20代の人って、あの、YouTube いましたっていう人の方が圧倒的に多いらしいですでそれで結果、えー、NHK の方、あの、NHK じゃないや、えー、ネットの方がどん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 そういう風になっていくからっていうところで、えー、彼らとしては、 もうネットの方にどんどんあの移行していくんじゃないかってとことあと、うん、彼ら言ってんのは一番ね楽ちんな商売なのはキー局が作る番組を耐え流すのが一番彼ら的にはちょっと楽なんですってあのニュースのね地方枠とあとあの地元密着のコマーシャルの方を載せてただあの電波をあのまあキー局からもらった素材をただ ね、あの送信するっていう。まあ設備投資とかはあるって言うけど、えー、演奏あのそういう送信所とかね。そういったものとかをえー、立てて、そういう投資はいる。けれども、一番はもうキー局が作ったもの。ただ、単純に足りなかったのが一番儲かるビジネスだっちうところはちょっと彼ら言ってましたね。で、逆にあのキー局の方の番組をガンガン流すとネットワーク料っていうことでお金もらえるんですよ。で、あの、彼らが見つけ、あのキー局の方が見つけてきた。そういった。 スポンサーも含めてあるから楽っちゃ楽っちところだけどそれじゃあいかんよねっちところで彼らとしては水曜どうでしょうみたいな番組作ったりだとかあと北海道の地域ドラマっていうところでつくガンガン作ってってで東京の方のそういう制作してる監督とかねそういうカメラマンとかを連れてきてで今までだったらえー 東京の人になんか教えをこうっていうようなとこだったんだけど、えー、か彼らはもう北海道来たらもう北海道のノリっていうあそういう地方局のまあ熱意ですぐにやってるからなんか普か以上のものが作れたってところは言ってました。でその HTB の,その、えー、ローカルドラマなんだけど「えー、キー局の方で配信してくれ」って言ったらなんかいろいろと結構うるさいことを言うんですってやっぱりあの。 芸能プロダクションの方も「こ,この芸能人じゃ花がない」とかそういうようなことを言ってだったらもう自分たちがもう作りたいドラマを作ってそれをネットフリックスとかに上げてるっていうのが今の現状らしくて彼ら言ってたのはもうもうキー局と、まあ、地方局の在り方ってところではちょっと考え方ちょっと変わってきてんのかなってところが昨日の講演ちょっと聞いてた限りであのそういう感想です。ということで、えー、今ちょっとね先見性のある あのテレビマンっていうのかな放送局の人ってもうネットの方に移行してるんだなってところありましたで NHK の方はもう既得権益の塊じゃないのかなって僕は思いましたんでね NHK っていうのはもう完全に今の状況を保守的になっているのっていうところとあと放送局の人はもう結果としてもう改革あのもう新しいこと YouTube とかネット配信とかでどんどんやっていこうってところがもうどんどんあのやろうとしてる人はいるんだなってところが今回の,あの講演会で まあ会議の中でそういった講演会記者講演やったんだけどそれ聞いてきた感想っていうことで、えー、こうそういうことです。